はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、子供の大会だったんですけど、その前に筋トレして、犬の散歩してお腹空いたんで、自分でパスタ作ります。作りましたフライパンがどうしてもちっちゃいんで、パスタ半分に割って茹でます。だいたい茹で時間5分なんですけど、7分ぐらい茹でました。で、和風パスタにして納豆、ウインナー準備して、まあこのパスタを茹でる同時にウインナーも茹でていきます。味付けは鶏ガラスープの素です。小さじ1杯半かな。で、そこに納豆をドボンのタイプですね。いい感じで茹で上がってますよ。おー、いい感じ。で、ここに鶏ガラ小さじ 1.5 ですね。いい感じです。ウインナーもね、茹で上がり方はマジで秀逸だわ。で、食べていきます。ただの鶏ガラと納豆と海苔だけだよ。